で料理もできるしさ、うん、もうやばくない、この嫁にしたいランキング一緒。あ、同盟いました、同士いました。多分今研究生時代とかまんまり怒られなかった組よね。はい、全然そう、なんかファンの人とかからしたら優等生って思われちゃうかもしれんけど、逆になんか、うん、バカナとは、うん、ナールカフェに行く約束してて、はい、なんつったんやろ、うん、8月か9月、自慢とかじゃなくて、そう、本当に一見サンバカフェに、いやもうもうおもろい、何それ、ちょっとどこしていいっすか来てくれる、え、いい、めっちゃおもろいねんけど、東京ではもうやった、やり終わったらしいねんけど、あ、ワーク来るの、そう、大阪に8月から9月マツケンサンバカフェ、いやいや、こっち2人班とさ、アメマイダ班でラビグルメ班と、ケイノタビ班とアメマイダ班で、そうそうそう、だからなんかこうさ、だからそれこそ今日の分かったこうパンって開けるやつやさ、うん、料理とか、そしたらこのモヤとともにマツケンさんがめっちゃおもろい、メニューとかいろいろあんの、めっちゃおもろい、それに絶対変わってめっちゃもらう、それにそれにアベマイドで行くことがもらう、そうもうその2人で行くことがもらいし、絶対 SNS 上げてな、上げる上げる、めっちゃもらう、最初なんかツイッターで流れてきてめっちゃ良くないみたいなって、ね、でもこれ東京だけかなみたいな話してて、そしたらその夜に若菜から LINE 来て大阪も来るってみたいな、もうめっちゃめっちゃアベマイドもこれめっちゃ絶対来ないよ、もうそういうところにガチで行くところに、ほんまにずっと MV 見てんねん、そうそうそう、なんかみんな普通と見てさ、あ、こんなんあるやん、なんか変だなみたいな感じでやってるするけどさ、ちゃんとガチで行くやん、踊り方に大好きよ、そういうの、あ、でも姿勢悪いとかは、あ、ほんまにそれが楽しみですね、今は、あ、ずっとよな、もう初期の頃からさ、そうやな、うん、よくそういうとこばっかり行ってるかも、そうやね、癖が趣味がない方がいいと思う、初期の頃からずっと遊んでるイメージあるけど、めっちゃ系統変わったな、え、でも癖がないから、ほんまにそう、逆にの癖を作った方がいいんだね、変わったそれもちゃうやん、違いますね、振りを変えるのはまた違う、こう、こうなったな、なったな、なんです、そうやね、なんか自分の得意分野を見つけた感じ、すごい、まあ、ありがとう、よかったよ、こう、うん、そう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 、一時期は一緒やったけど、今日めっちゃ系統似てるなと思ってたもん、一時期、うんうん、そう、ほんまにそうやね、なんかそういうなんかポップアップとかも言っててんけど、なんかお洋服のとか、うんうんうん、もう今全然違うから、うん、ね、大人になるってこういうことなんやなって、髪の毛の長さも変わったな、そうやな、確かに2人で逆になってる、ほんまや、ちょうどこうなってんやな、だって大丈夫やだもん、2人さ、ショートカットの時もあったやな、そう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 、うわー、うん、こうなったんよ、そういうこと、最初はもう似てる似てる言われてたけど、うんうん、まあ、だいぶ違うんじゃないかな、だいぶ違うな、うん、思うわ、うん、って感じかな、阿部さんでした、はい、え、終わり早っ、いいな、ちょっと離れたの悔しいな、チーム、あー、そうそう、ありがとうございます、いただきました、阿部さん、どうしたらいいの、私はもう遥かというツッコミがでもおるから、チーム M のしっかりしてる人ビーツに引っ込めるほんまにやばいやつが全員モテ溢れすぎてる人確かに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 やばいやつしか確かにな、もうね、おもろいですよ、でもチーム M 何言ってるか分からんのがおもろい、うん、そやな昨日やったっけ、おとつ公演、この間の公演も MC がもう飛び返すぎたやな、そうやね、カオスやった、誰も戻そうとせんし、あとみんなそれマジで言ってるからさ、うん、そうそうリアルそうやね、真剣に言ってるからおもろいね、そうそう、愛おしいわ、のみんな、うん、分かるわ、あと何回できるんだろうね、こういう時ね、結構好き、こういう時、めっちゃ好き、コールできるようになってるからなおさらよな、それ確かにコールできるもん、うん、あの公演は、うん、あ、 B2 でもケイトちゃんはボケますかって、うん、ボケます、私がやります、あ、マジ、うん、誰が突っ込むんよって、なんで、あ、ポンさんがやろうか、あー、ほんまやね、確かに
私は盛り上げる係してるからいい。ありがとう。今日も二人に助けられてのケントが喋り始めたら、もうまず最初の方に二人がのっそりとこう動き出す、そうそうそう、準備をする。そうで、あの終わった時にのっそり歩いてきて、そうケントみたいな助け合いでやってますから、やっぱりありがとうございます。信頼実績のやつだけ、信頼と実績、そう、信頼と実績やっぱり大事ですね。そのビストでナイケットがやりたかったのは、うん、ラビがやる流れになって、あの、うんうん、でラビが胸キュンゼリフを言って、うん、ほんでその後にケットだけ、あ、ラビのあのマジでめっちゃいいみたいな、こうハマって塩付き骨抜きをやりたかった。あーそうだ、次やっていいよ。じゃあもう言うたから、もうじゃあ次はそう言って、じゃあ次やるから。でその後ネコちゃんがやってくれるから、ラビの胸キュンゼリフに骨抜きに対応できるかな、なる準備はしてた。そしたら凍ってもうたから凍ってもうたから、そうそうそう、ちょっとその泥舟に一緒に乗るのは危険やと思って飛び降りた。危険性の判断沈む前で飛び降りた。こっちは結構さ、私も結構、あの、うん、結構始まる前から考えててんけど、あれ更衣室の前で意外と考えててんけど、30分ぐらい悩まないで出てこや、そうそう出てこや。おもろ、懐かしいな、おもろいな、懐かしい、何がもう1時間前ぐらいの話やぞ。やばいやばい、今日頭回ってない。まあ下が回ってなかったんか今日は、うん、いやマジみんな成長したよ、うん、こういうバラエティ的な面でね、うん、KW さん、うん、よかったわ、今日も笑った笑った、 KW さんありがとうございます。やすべさん、いやな、離れるの、レイコちゃんと離れた私どうなるか全然分からへん。初めてやる、ね、初めて、え、初めて、ずっと一緒やった、そう、渋谷チームエヴァの時から一緒、ずっと一緒やった。え、すごい、ジャイアン初めて離れる、だからなんなら大祖国の時に2人でどうせ離れへんよなみたいな話してて、あ、そう舞台上で、うん、で、なんかもうさ、2人でさ、もうさ、こう M な歩き満々でさ、こうやってさ、やってたから一番最初呼ばれたから、そう、なんか、置いてかないでで、もうその時点で分かって、もうレイコちゃんと離れるみたいな、うん、やばいみたいな、うん、その時にずっと誰に突っ込んでもらおうみたいな、そうやね、で、ポンさんが来た時に、あ、ちょっと、あの、ちょっと突っ込んでくれる人いるなみたいな、うんうんうん、でも、ポンさんで結構さ、優しく突っ込んでくれる、そうやな、なんか、こっち、なんかもう、扱い分かってる感じで突っ込んでくるから、ちょっとポンさんにそれをそうやな、やってもらおうって、やってもらおうって思ってます。てか、なんか逆にも後輩にやってほしいかも。確かに坂田とかにやったん、教えてくれてるから、坂田坂下ら辺にちょっとレコちゃんから伝えてもらって、ワコチいけそう、そうそうそういい、ね、ちょっとそこら辺にちょっとレコちゃん室を極めてもらおうかなって、やってもらおうと思ってます。だからビーツ見に来てな、で、あの、ボソッと言って帰っていいから、MC の私の、うん、指導して、そういつも指導してくれんね、ライブの時とか坂田が、うん、私がなんか何喋るみたいな聞いてきて、本番私何も知らんのに坂田が突っ込み出すから、うんうんうん、この間もなんかさ、ナンバラエティでさ、ナビがなんかやった時にさ、そう、うっさいレブチみたいな言ってたよ、あれ絶対レブちゃんやと思う。そうだね、成長しました、そう、坂田もやりました、成長しました、あれはやってほしい、坂田に頑張って、いけるいける、ポンサーはやっぱ今のままでいいねんな、いや、そうやね、そうやな、ツッコミ、確かに、しかも若ぽもボケたい話だ、そう、ボケたいねんな、そうだから分かってんねんけど、マジごめん、そうやねん、ボケたいねそう、処理しなあかん人がいっぱいいねん、そうな、だからもう重役になりすぎてな、離れられんくなっちゃう、申し訳ない、ほんまに申し訳ない、ボケたいの知ってんねん、私もな、レゴちゃんボケたいの知ってんねん、そう、レゴちゃんほんまにボケたい、でもな、ごめん、無理でもたまにやってくれんねんで、あまり、うん、そう、たまになボケちゃう、でも裏の方がボケてくれそうやねん、レゴちゃんうち逆やから、ほんまにそう、うん、確かにな、びっくりするんじゃん、びっくりすると思う、普通に突っ込んでるから、うん、確かにパソコン下が突っ込んでる、突っ込んでるな、片手間に突っ込んでるもんな、何言ってんねんって、そう、いや実は逆なんです、裏では、うれしそうにヘラヘラしながら私どっか行く、そうそうそう、そう感じます、キャン私が裏でははるか突っ込んでくれるから、レゴちゃんは聞いてないから、ツッコミに徹してる、ほんまにありがたい、お疲れ様でした、なんかさ、そのうーかさんの卒コンの時に、うん、あれやったやん、あの戸惑ったで、それの上下でやってんか、うんうん、で、ちょうど
その下手、うん、側が、うん、私と三河とはるかと原さんと若にあって全員 M やってお疲れ様でした。もうはるかが突っ込んで、うん、私とミカナカバリバリボケて、うん、でワカニャンと、うん、あの原さんがもうなんか変なこと言うっていう MC がもうそこで、うん、そうできてた、そうそうやできてて、ちょっと感動して私こんなになんか MC みたいな、みたいな、そうそう、これはいけると思って、でももうボケてんねんなあ、めちゃめちゃボケてる、人格変わりそうやな、もうほんまに、いやでも赤いよ、あなたはいろいろいるよ、まだミーキさんとかでもじゃあでもボケてほしいねんレコちゃん、レコちゃんボケてほしいねん、おもろいねんレコちゃん、わかるわ、みーきさんもアンジュもいるな、プーもおるわ、あーそれはまだボケにあの 100% は固まられへんわ、ユナなもん、あーかんわ、もう50-50で濃いなー、もう濃いなほんまに、そうやな、そうやね、まあ、みーきさんはね、あのレコちゃんでもたまに困ってるから、ミキさん難しいよね、でもめっちゃおもろい、めっちゃおもろい、ほんまに神よ、いやもうあの人なんかさ、うん、普通に出てくるのがすごいよな、うん、そうやね、なんなんやろあれは、なんであんな面白いの、すごいよな、めっちゃ面白い、めっちゃおもろい、ほんまに恋愛サーカスのさ、あおりで、あーもうわかる、パイナップルサマー大好き、もうあれ懐かしい、もうそれか1年ってこと、1年よ、ファイナルサマーから1年、ファイナルサマーから1年、考えられへん、あの伝説のファイナルサマーから、あったー、もう1年か、何が起きたかと思ってそう、ミーはツッコミに回るらしい、あ、そうなんや、無理やと思う、私はミーちゃん、ミーちゃんも面白いよな、おもろい、おもろい、ナンバラで出てきた時めっちゃおもろかったもん、絶対、じゃあもう M 公演でなんか煽れる曲な、うん、あったらな、うん、煽ってもらおう、ミキさんに、恋愛サーカスそのまま持ってくる、あれやばいな、残そうや、残そうかな、いいや、確かに確かに、懐かしいな、全部が懐かしい、うん、M の話になって思った、確かに、うん、ほんまやな、来週は誰やっけ、阿部、あ、朝か、うん、もちゃもちゃ、来週はもっちゃんです、いやこれは最後の人誰、やーとかわーとか、ねこちゃんまーでも最後じゃない、まあ、しおりさんとあんじゅ、あー確かに、まーまーみしおりさんかな、最後か、最後か、最後まで行きたいな、お疲れ様でした、バイバイ、なんかまあいつまで声とつもあるかわからんからな、私たちもお前やでー、やりたいよな、いっぱいできるだけ、うん、なんで皆さんぜひ来てください、ほんまにコールの練習するならこういうとつ、うん、確かに、いろんなパターンが練習できるような、3連もできるし、うん、ぜひぜひぜひ、これはもう激アツ、あともうちょっとだよかわいい、巻きのほうかわいい、ちょっとだよ、平山、違う、何だっけ、さまじい、違う、え、何だっけ、花ほじに平山、あかんや、広めたらダメですよ、あ、お前、メンバーから、メンバーから発信して、大丈夫、大丈夫、大丈夫、聞こえてない、みんなで呼ぶの、みんなで一斉の出て呼ぶよ、いけたよ、じゃあ、OK、はい、2つ、2ついけた、はい、一斉ので10こっちからちゃんと呼んでいくね、じゃあ聞こえるようにはする、はい、13位、チョチョさん、ありがとうございます、富士さん、しばわんこさん、ありがとうございます、12位、ちなみさん、まこっちゃん、レジンさん、ありがとうございます、11位、しらたまさん、ぽよぽよせ、アルマサトリアさん、ありがとうございます、10位バロックさん、ヒロ、ササキングさん、ありがとうございます、9位アイカ、ヒデヒデ、イカリシンさん、ありがとうございます、8位ビート&ビートさん、しんのすけ、ガチのつりさん、ありがとうございます、7位パイセン、ラブラブちゃん、ヤシチさん、ありがとうございます、6位リクパパさん、アッキー、ラムラムさん、ありがとうございます、5位ヒサオさん、野原しんのすけのすけ、チャウチャウさん、ありがとうございます、4位つれづれさん、大ちゃん、シオピーさん、ありがとうございます、3位が、ラムちゃん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 、はい、ボスさん、コーナーさん、ありがとうございます、2位タカさん、コジ、佐藤さん、ありがとうございます、1位花丸さん、シロ、ひとつふたつみさん、ありがとうございます、おめでとうございます、
構確かにすごい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。また次もお楽しみに。ありがとうございます。わかぽんでした。わかぽんでした。